間に合ったようだな。お兄ちゃん、月の涙なかった。お兄ちゃんはお金持ちにしてあげたかったのに、ごめんね。ヨマ、なんだこれ。ヨナちゃんのことは聞いてるわ。本当に、なんて言ったらいいか。そのことでお願いがあるんです。デボルさんが歌っていた古の歌について教えてもらえませんか。それはシロの書。シロを知ってるんですか。話が早そうだ。古の歌ね。黒の書が世界に最悪をもたらした時、シロの書が現れ、封印されし言葉で黒の書を下ろし、最悪を消し去るって言われてる。封印されし言葉って。正確な記録が残っていないのでよくはわからないけど、何か魔法のようなものらしいわ。そうか、そうだったんだ。どうしたの。白の書が病を消し去るって古の歌に書いてあったんですよね。そして封印されし言葉。あの神殿で石像を倒した時に我が吸ったものが封印されし言葉ということか。そうだよ、シロ。シロさえいればヨナの病気は治るんだ。そんな、これは昔の言い伝えなんじゃ。だけどシロの書はこうやって実在してるんです。病を治す言い伝えもきっと本当だ。しかし肝心の黒の書のありかがわからぬ。それは記録には書かれていないわ。封印されし言葉も一つとは限らないし。だが魔物たちと封印されし言葉は浅からぬ関係があるようだな。じゃあ僕が手当たり次第に魔物を殺していくよ。そんな危ないこと。量をこなして質を得るつもりか。無謀な策だ。ここにじっとして何もしないよりマシだよ。僕は行く。ヨナのために。でも、そうなら仕方ないわね。最近崖の村という場所で魔物が出ていると聞いたわ。北の平原の橋の修理が終わったらしいから、そこを渡っていけば行けると思う。地図に書いておいたわ。もしかしたら封印されし言葉はそこにあるかもしれない。村長の家を訪ねてみるといいわ。崖の村で一番高いところにある金色の建物よ。わかった。本当に無理しないでね。綺麗な花だな。伝説の花だ。魅了されるのも無理はない。え、じゃあこれがヨナの集めたかった。その花に触るな。あの女の人、下着しかつけてないよ。だわけが、もっと他に見るべき場所があろう。あの人、魔物。
は消えていく。私がボスを抑えているから、お前は雑魚を頼む。くそ、逃げてばかりだ。カイネ、僕が追い詰めるから、カイネはあっちで待ち伏せして。分かった。無理はするな。ここに戻ってずっと一人で辛い仕打ちと怒号の中生きてたって仕方ないだろうね。